映画館では今も新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人シネマンデアス歌丸が今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinema Diaz review about?さあ、ここから夜11時までは映画評のコーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマンデアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画評論コーナーです。今夜扱う映画は先週ムービーガチャマシーンを回して決まったこの映画、ミソノユニバース。記憶をなくして行き場を失っていた男が、あるバンドマネージャーの少女に拾われたことで居場所を見つけ、歌を歌う喜びとともに自分の過去と向き合っていく。主演は映画単独初主演となる関ジャニ∞の渋谷昴さん、ヒロインを演じるのは二階堂ふみさん、監督は区域列車モラトリウム玉子などの、山下信弘監督というございます。はい、ということでこの映画もう見たよというリスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告メールなどでいただいております。ありがとうございます。メールの量は普通、そして中身ですけどね、賛否なんですけど、これ真っ二つに割れているということでございます。ただし賛と非が3割ずつで、残り4割がいいところもあるけど気になるところも多いというような意見でございました。多くの方が主演の渋谷昴さんの演技、歌唱力、存在感を評価、ジャニーズの人だと気づかず見ていてその後調べて驚いたという意見も。そんな人気づけよ。今向かいにいる構成作家古川浩はまさにそうだと。まあ、僕もね、馬車馬さんとね、ビッグマウス見てるときね、なんで会場にこんな女の人多いんだろうで見ながらね、安田さんで、うまいな、この人、どこの若い役者さんいるな、実力かと思ってたら、はあ、そういうことありますからね。はい。まあ、要は、渋谷さん素晴らしいという声は非常に、多いということでございます。また共演の二階堂ふみ、実名で出演していたバンド、赤犬にも賞賛の声がということでございます。一方、あまりに脚本がご都合主義、最後の展開が納得できない、主人公に甘いなどの指摘が多かったのも事実ということでございます。代表的なメールご紹介いたしましょう。褒めている方、玉子怒りの鉄拳さん、赤犬とジャニーズがミソノを舞台に共演、情報を聞いたときは一体どんな映画になるのか全く見当もつきませんでしたが、さすが山下監督、やっぱりうまい。とにもかくにも、渋谷昴が素晴らしい。面構え、表情、佇まい、どれもが自然に映画にハマっている。彼の魅力を最大に引き出した山下監督の手腕も見事で、天然小結構で、岡田将生を、区域列車で前田敦子を、女優にした山下監督の新人俳優への演出力はやはり間違いなし。暴力シーンに見る動き、表情、猫背具合等々、渋谷昴の歌声を含めた身体性が際立つ演出が素晴らしくて、彼が初めて歌う映画冒頭の、歌声一発で物語を動かす圧倒的な説得力はこの映画の薄美の一つ。映画を引っ張る力強さを彼に感じました。山下監督お得意の長回しも健在。カラオケでのだんだんと場の空気が変化していく様子を捉えた見事なシーン、スイカの種を飛ばし合うシーンと、どれも素晴らしい。リンダリンダリンダから10年、まあ、音楽、同じ音楽映画、山下監督の音楽映画ということでございます。リンダリンダリンダから10年、商業性を伴いながら作家性も失わない、本当に自信を持ってファンでいられるなと今回改めて感じました。大好きな映画ですと、玉子怒りの鉄拳さんでございました。一方、こんな意見もございます。アメリカ乳首さん、山下信弘監督のファンなので何の前情報や評判も入れず見に行ってきました。前半までは特に問題なかったです。90点の出来の関西弁を話しながら、大阪のおかんのごとくどっしりした演技をする二階堂ふみはいつものように盤石だし、まあ、二階堂さんは大阪の方じゃないから、その方言指導の方ずっとつきっきりすごい練習してやったってので90点という方は この方は関西出身なのでと言ってほしい。渋谷昴もジャニーズ強権枠という新しいカテゴリーを開拓していて、主人公に据えるだけの、貫禄を感じました。その他鈴木紗理奈の使い方も正しいし、演出面全般については特に文句はありません。でも後半のあの展開はいくらなんでも雑すぎます。ネタバレになるので詳しく書きませんが、どうしてあそこであいつが何してるのをやつは知ったのでしょうか。そしてその後どうやってあいつを削っていたのでしょうか。赤犬の正式なボーカルが、どこぞの馬の骨にあっさりと首をすげ替えられた挙句、なぜか最後には自爆してその座を譲る展開も非常に不愉快です。高明さんがね、まあ、あそこは男気を見せたということなんでしょうけどね。クソみたいなご都合主義です。ほんとこんな脚本でゴーサインが出たのが不思議です。最後にある登場人物がしょうもなというセリフを口にするのですが、言わせてほしい、しょうもないのはこの映画の脚本の方じゃというね、アメリカ乳首さんのご意見でございます。こんな方もいらっしゃる。ラジオネームホテマニさん、
私は大阪在住で、劇中に、ロケ地で使用されたみそのビルのバーにも、ちょくちょく通うだけに、それも合わせて高得点をつけたいところですが、点々点で、まあ、先ほどの方と同じような点、ちょっとね、終盤の展開に何などをつけられております。そして、ちなみに公開されて、この映画公開されて、みそのビル、まあ、後ほどね、ちょっと言いますけど、舞台になったみそのビル、みそのユニバースがあるみそのビルには、一元さんのお客様が増えたそうですが、ある店の店主は、失礼な方も増えていかがなものかと苦笑いされておりましたということなのでね、皆さんね、もし行かれる際はですね、やはりね、じゃあ礼儀を守ってお願いしますということでございます。ということでみそのユニバース行ってみましょう。私も、新宿バルト9なので、2度ほど見ました。タイトルになってるそのねみそのユニバース、先ほどもねありました大阪の千日前というね、場所にありますですね、みそのビルという1956年にもともと建てられた、まあ、総合娯楽施設、まあ、キャバレーが入ってたりダンスホールが入ってたり、サウナが入ってたり宴会場、巨大宴会場があったりっていう、まあ、その当時のもう最先端、総合娯楽施設みそのビル、アジソノと書いてみそのビルで、その中に入っているそのユニバースという、まあ、超巨大キャバレー、もう超巨大キャバレー、千人ホステスが待機しているというね、超巨大キャバレー、だったわけですね、元は。で、2011年に、まあ、キャバレーの営業は終わって、その、まあ、ライブなどで使う貸しホールになって、まあ、赤犬さんとかそこでライブをやっていたと。で、この番組でも、この、味噌のユニバース、ユニバースのキャバレーとかですね、味噌のビルの話、実は、この番組でも、一回、夏頃に一回話題にしてるんですね。というのもですね、まあ、今回の映画にも出てきましたけど、赤犬メンバー、あの、ベースのリシューさんという方、バーをね、やってるところ、バーのシーンが出てきますよね。あれはそのミソのビルという中に入ってるマンティコアというバー、これをリシュー、赤犬のグループのメンバーの、リシューさんという方が経営されてるんですけど、そのバーのマンティコアの、なんか開店7周年記念イベントっていうのが、そのミソノのユニバースというところでその開かれて、去年の7月に。で、そこに僕は、DJ しに行ってたというね。で、その話を、まあ、番組のオープニングとかでしたということでございます。もちろんそのイベントは、まあ、赤犬さんのライブがあったりとか、あと、まあ、今回の映画も出てきました。お尻ペンペンね、なんか出てきて、いろんなライブがあったりしたんですけど、で、まあ、赤犬さんとはもともと、まあ、そこそこ2000年代半ばぐらいですかね、まあ、元は多分ロビンさんがモータだからとか、そういうようなモータ的なつながりから始まって、まあ、ずっと交流があってという僕はね、感じで、まあ、で DJ で呼ばれていったりしたんですけど、なので、まさに今回の映画のクライマックスに出てくるあのすごいあのネオンの電飾がありましたよね。まあ、あそこの、まあ、ダンスフロアのとこで 80s ポップ DJ をやって、その後またなぜかですね、舞台に上げられた赤犬さんのライブの途中であのクイズショーみたいなのがあるんですよ。まあ、なんかああいうショー形式っていうかね、昭和の歌謡ショー形式みたいなのやってるんで、途中のクイズショーみたいなのに、あの赤犬さん、高田明さんと並んで僕クイズ回答者としてこう、並んだりしてですね、まあ、そういうのもやりました。まず、で、その後もちろん打ち上げで、例えばいろいろ、まあ、バーのマンティコア、その映画の中にも出てきたマンティコアというバーで飲ませていただいたりとか、まあ超楽しかったんですけど、要は今回の映画に出てくるような場所であるとか、まあ出てくるようなメンツ、あの世界に、まあ僕は実際去年の夏に行っていたというね、映画見てて、あーっていうか、もうなんか、はい、もう全部こう場所の空間の感じがわかるというような、なかなか、はい、あ、はい、で、まあとにかくですね、このユニバースという箱がですね、その凄まじく面白い場所でっていう話をね、この番組のオープニングトークでしたわけです。で、その、例えばその、舞台横、まあ、今回もちらっと映ってましたけど、その、舞台の横に楽屋があるわけですけど、その楽屋にですね、その、このユニバースというか、まあ、要するに1956年にオープンして、それ以来のですね、その、要は歴史、辿ってきた歴史、いろんなその、例えば出演者であるとか、オープン当時の、それこそ、何千人収容みたいなですね、オープン当時のポスターとかですね、いろんなその写真とかポスターが貼ってあるんですね、楽屋に。で、まあ、その写真を撮ってきたようなんですね、その当時のホームページ、去年のその番組ホームページも上げたかもしれないけど、改めて、今日ツイッター、番組のツイッターとかで、から見れるようにしておきますので、この写真、要するにユニバースの歴史が分かるようなこういう写真、あるいはその今のユニバースのフロア全体をこう写した写真なんかも撮ってきましたんで、その写真見ながら今回ね、味噌のユニバース表聞いていただくとですね、ああこういう場所なのかってよりこう実感できるんじゃないかということで、ぜひちょっとパソコン見れる方はツイッターとかでちょっと、今上がってますんで見てくださいという感じですけどね。で、まあ、とにかく。去年7月にそのユニバースに行って DJ やってきた。で、まあ、そのユニバースという場所も、うわ、すごいっすね、この場所、みたいな。うん、なんなんすかみたいな感じで、まあ、感動して写真とかバシバシ撮ってて。そしたらそこで、赤犬のメンバーのロビンさん、ま、ロビン前田さんという方でした。まあ、今回の映画見た方もね、わかると思いますけど、青の背広を着たコーラス隊いますよね。そのコーラス隊の中でも一番体がでかい、男。最初の公園でライブやってるところで、おっさんとチークダンスを決めている、男前ですね。はい、あれがロビンさんなんですけど、まあ、そのロビンさん、から実は
このユニバースで、その山下信弘監督で、ズバリタイトル味噌のユニバースで、しかも主演は関ジャニ∞、その、渋谷昴さんと二階堂ふみさん で赤犬は赤犬役として出るという映画をもうすでに実は撮影終了してるんだって話を去年の7月の時点で僕聞いて、何それ、それすげえ面白そうなんですけどみたいな、なんていうのも非常に期待が高まっていたわけですね、去年の時点でね。まあ、山下信弘監督、この番組でもね、実際に映画表で扱ったのは、まあ、区域列車と、あとそしてみんな大好き、モラトリアムタマコ、取り上げてますけどね。まあ、もともとその、山下さん、要するに赤犬のメンバーは、大阪芸術大学時代の、まあ、先輩に当たるわけですね、赤犬メンバーが。で、山下作品、例えば、長編デビューのドンテン生活であるとか、バカの箱舟とか、クリームレモンとか、まあ、初期作品の音楽を赤犬が担当してたりとか、あるいはそのドンテン生活って作品は、まあ、今回もね、その、コーラス隊の一人、出てましたけど、鉄平さん、が主演だったり、あとまあロビンさんもなんかこうちょっと怖いこわもてな役で出てたりとかですね、まあ、要するにもう非常にもうほとんど身内に近いような山下さんとは関係なく赤犬であると、ちなみに前もこれも話しましたけど、2005年頃僕赤犬のライブ見に行って青山に、そこでまあそのメンバーから、あの山下監督って知ってますかっつって、知ってますよ、クリームレモンすげえ面白かったっすみたいな、でも一回紹介したら、まあ、ご本人当然覚えてらっしゃらないと思うけど、なんていうこともございました。ということで、だからまあ山下信弘さんと、まあ非常にゆかりはもともと深い赤犬、という音楽グループなんですが、ここに来て改めて、赤犬と、山下さんが赤犬で映画を撮る、しかも場所、このユニバースという場所で映画を撮る、これ面白くならないわけがないだろうっていうね、まあ企画なわけですね。でまあ、もともとは、まあ、当然のことながら、これ要するに関ジャニ∞、渋谷昴さん主演で何か音楽ものをという企画が、まあ、最初にありきだったと、いうことでございます。ちなみにね、関ジャニ∞の皆さんは、例えば、まあ、先ほども言いました、馬車馬さんとビッグマウス、安田翔太さん、ね、非常に見事な演技でございました。とか、そうですね、まあ、例えば、錦戸さんのさ、特にあの、抱きしめたいの西戸さんすごい良かったですね。とか、まあ、関ジャニ∞なかなかやっぱ、才能がいっぱい溜まってるんだなって感じしますけど、ただその彼らとはまた全然違うその渋谷さんというキャラクター。何か音楽ものでという企画ありき。これ要するに、これも僕すいません、全然不勉強で分かってなかったんだけど、要するに渋谷さんという方は、ジャニーズの中でも歌のうまさ、圧倒的な歌のうまさというので非常にまあ評判が高いという方だったね。なんですね。だから音楽ものというのがある。で、一方で、まあ、なんだろうね、今までのジャニーズの中だと、例えて言うなら、堂本剛さんラインというのかな。まあ、すっごい人見知りだったりとか、そういうのも含めて、言っちゃえば、まあ、さっきね、ジャニーズ狂犬枠って書いてありますけど、まあ、変人タイプっていうか、ちょっとこう、変人タイプ、ちょっと影があるようなタイプっていうね、ことなんじゃないですかね。なので、まあ、今回のその映画、味噌のユニバースという映画、大きく言えば、二つクリアすべき命題があると言えると思うんですよね。一つはまずはやっぱり何と言っても、まあ企画がそもそもそこから始まってるわけですから、まあ渋谷昴さんという人の単独デビュー作として、要するに渋谷昴さんという人を、立てるというのが命題。どういうふうに立てるか。つまり、非常に得意な存在感なわけですね。要は歌がむちゃくちゃうまいということ。これを立てるべきである。その一方でちょっとやっぱり影がある。言っちゃえばその、妖精のアイドルじゃない。ね、影がある。アイドル感でもある、キャラクターでもあるという。これをどう効果的に盛り上げるかという命題がまず、第一命題としてあると。これを絶対クリアしなきゃいけない。と同時に、まあ、先ほどから言ってるようにトップアイドルが主演。まあ、メジャー作品ですよね。にですね、当然その関ジャニ∞のファンの方がいっぱい来るような作品に、よりにもよって、赤犬とかですね、そのユニバースというね、そのなんていうか非常に濃い場所であったり、人であったりとか、つまり、究極的にある種アングラな世界を、ものすごいメジャーな世界にものすごいアングラな世界をぶつけるという冒険、それによってマジックを起こすという、これがもう一つの、命題としてあるわけですね。この二つ、この二つの命題から、これがクリアできるかどうかという、そういう作品なわけですよ。で、まあ、ちなみにその山下信弘監督、まあ、先ほどのメールにもあったようにですね、これまでも広い意味でアイドル映画名手なわけですよね。いろんなアイドルの、まあ、例えば今まで出してない引き出しであるとかっていうのを引き出したり、あるいはその瞬間にしかないその表情、その時期のこのアイドルのこれにしか出せない何かみたいなものを、切り取る、名手であるというのがありますけど、ただし、そこでどういう手法やアプローチを取るかっていうのを扱う対象とか素材によって結構違うわけですね。例えば、映画で言うと前作にあたる、乃木坂46の超能力研究部の3人っていうのは、まあ、フェイクドキュメンタリー、モキュメンタリー形式を取り入れたりとかっていう、そういうのでやってたりするわけですけど、そこへ行くと今回の味噌のユニバースは、それとはすごく対照的ですよね。要するにちょっとこう、ドキュメンタリックな要素みたいなのを入れて、そのアイドルの素みたいなのを切り取るみたいなところからすると、ちょっと特殊。まあ、
あるモラトリアムな期間、っていうのがあって、その中で、まあ、淡々と育まれる、まあ、ちょっとオフビートの笑いも込みの関係性、みたいな意味では、まあ、今回のミソノユニバース、もう確かにこれまでの山下伸弘監督作と共通する話ではあるんですよね。モラトリアム期間の話だしね。で、その中で奇妙な何かこう、絆が淡々と育まれていくって意味ではそうなんだけど、同時に、記憶喪失の男に迫るバイオレントな過去。過去の、影が、迫るなんてのは、要は山下映画としては結構異例なほど、ドラマティックというか、はっきりドラマティック。ちょっとジャンル映画的ですらあるというのね、設定が施されてもいるわけでと。で、これはまあ、取りも直さずですね、さっきも言ったように渋谷翼さんという方の存在感から逆算して、こう導かれた、まあ、回答なわけですよね。要するに、渋谷さんという存在感がドラマティックさを要求するわけですよ。それによってまあ、こういう設定になっているわけですけど。ということで、まず一つの結論を言ってしまえば、何よりこの映画、その渋谷翼さん、に関してはですね、渋谷昴さんがいいか悪いかで言うと、渋谷昴さんは5億点出してるわけですよ。はい。渋谷昴が5億点だってことをまず言いたくなるような作品になってるということで、まず第一の命題はきっちりクリアしてきてるというふうに、私は思います。まず、もう端的に彼がパッと映った瞬間に、しかもセリフなしで、まあもともと寡黙な方っぽいですからね、セリフなしなのに、画面を、このことは使わせてください。画面を威圧する力ですね。はい、画面を威圧する力、でなおかつですね、まあもちろんそのアイドルの方ですから端正な顔立ち、まあハンサムではあるんだけど、傷がこうついてたりとか、あるいはちょっとこう血がついてたりとか、とにかくなんか汚れが似合うっていうかですね、むしろ汚れたりなんか荒れたりするほどいい男っぷりが際立つタイプのハンサム。つまりこれどういうことかっていうと、はっきりヤクザ映画向きなんですよね。はい、渋谷くんはすげえヤクザ映画向き。それもどっちかっていうと、それこそ研鑽的な古典的な人侠もののテイストっていうか、はい、だから僕渋谷君主演でもうじゃんじゃん薬剤映画見たいなみたいなぐらい思いましたね。はい、まあ薬剤映画的なことを言うと、例えばオープニング、まあ、出所シーンから始まるわけですよね。赤いレンガの塀が非常に印象的な出所シーンから始まって、そこからまあそのヤクザ未満ですね。ハングレ的な犯罪チーム。これのね、先輩役演じてるあの、天竺ネズミの川原さんですか。あれ、いい雰囲気ですね。あれね、お笑い、漫才のね、鼻炎をやったらこう、グイグイやりながら、ちょっと軽い、ノリは軽いんだけど、軽いからこその怖さ感とか、あと車を運転してる松沢拓海さんというね、俳優さん。これ恋の渦。ね、とかも出てらっしゃいましたけど、大根監督の、これも素晴らしかったですけどね。ので、出す、まあ、ドキュン感ですよね、ドキュン感。ドキュン感としか言いようがない、あの感じも込みでの、その、まあ、要は、仲間と言いながら嫌な感じ。で、こっちは非常に饒舌なチームに対する、まんまり喋らない、この不穏な空気も、それだけで不穏な空気。喋ってないのに場を支配してる、威圧してる感じ。要は、あの先輩は怖いんだけど、明らかにこの男を恐れてもいるなという感じがちょっと伝わってくる感じ。で、その後、まあ、記憶喪失になるきっかけでね。まあ、要は金属バットでドーン殴る。ちょっと、ただね、この金属バットフルスイングで頭をっていうのは、それこそかなり前に品川博史監督作、ドロップ表で僕言ったような、ちょっとここは違和感をかなり感じてしまいましたけど、死ぬだろ、これはっていう。まあ、でもこれに関しては僕ちょっとアクロバティックな解釈を一個用意してますので、後ほどその話したいと思いますが、まあ、記憶喪失になる。まあ、ともあれ、そこからですね、まあそれまですごく要はですね、出所したばかりの、まあ若いチンピラみたいな、で、そういう威圧感を漂わせる、渋谷さんがですね、こっから記憶喪失に今なるわけですけど、ちゃんと頭の中が空っぽになった男の顔にちゃんとなる。このくだりなんかも、あ、すごい、なんていうんですかね、天性なんですかね、なんかすごい、いい役者さんですなぁという感じ、だと思います。つまり、まあこのキャラクターというのはですね、もともと、要するに言わばですね、暴力しか言語を持ってない男っていうかですね、暴力という手段でしか言語を持ってない男というキャラクター。山下監督は今回演じるにあたって参考にしようっていうんで、ショーン・ペンの初監督作、インディアン・ランナーというね、作品を見せたってこと。ああ、なるほどって思うけど、僕やっぱりこの、もともと暴力しか言語を持ってない、暴力でしかうまく話せない男っていうので、一番僕連想したのは、息もできないの3分というね、役ありましたけど、あの3分をちょっと思い出したりしましたけど。で、まあ、暴力しか言語を持たない男。その男の頭が一旦空になる。という展開。ということはどういうことか、どうなるかというと、もう暴力という言語しかない男が頭が一旦空になると、残るのは記憶の底に、そこにこびりついたような、もう一つの彼にとっての言語、彼にとっての数少ないコミュニケーションの手段、記憶の底にもう一個こびりついてた、つまり彼にとっての歌だということになるというね。で、これ非常にトリッキーな設定ですよね。要は、ね、記憶ものすげえ怖い男で、なんだけど、歌が超うまいって、なんじゃそりゃっていうことだけど、当然、まあ、先ほど言ってるように、もともとその渋谷さんのキャラクターから逆算された設定なので、当然といえば当然のことながら、この
普通に考えたらすごくトリッキーな設定がものすごく異常に自然にはまってるっていうか、この男はきっとそりゃそうでしょうっていう風にしか見えない人にちゃんと見えてる、というのは素晴らしいあたりだと思います。まあ、彼が劇中、まあ、最初に歌い出すシーンがあるわけですね。まあ、なんか公演みたいなところで、まあ、赤犬が、まあ、なんか、公開ライブみたいになってるわけです。まず、その赤犬の、がその最初に登場するシーンで公演でライブやってるんだけど、これがまた全く普通のライブじゃないっていうか、普通の光景じゃなさすぎて、赤犬のことを知らない人は混乱すると思うんだけどっていう、まあ、ああいうグループなんですよ。まさにね、あのボーカルの高田孝明さんがもう過剰なまでのその、まあ、昭和感というかオカマ感&昭和感みたいな、でね、あのロビンさんとかですね、まあ、ものすごい男ぶ昭和の男感何なんだっていう客とこうチークするというね売りがあるわけですけど、まあ、そういうのをやってるところに、まあ、その藤谷さん演じる、まあ、謎の男がフラフラと現れて、そのメインボーカル高田孝明さんからマイクをボンと歌って、いや俺は和田アキ子の古い日記あの頃はね、アカペラで歌い出すというマシーンですね。で、まあ、要はここですね。要は、先ほど言ったように、その渋谷さんの資質、要は歌がうまいというのをどう立てるかという、ここが一気に出るところなので、さっき言ったその、この映画の第一命題ですね。渋谷さんの能力を、キャラクターをどう立てるか、それが出るところであると同時にですね、もう一つの命題、要するにその、ジャニーズのトップアイドル映画でありながら、同時にそれが赤犬であるとか、味噌のユニバース的な大阪アングラシーン、と開口する、それとぶつかり合う、それでマジックを起こすという、そのポイントでもある。つまり、この映画の二つの命題が、一箇所でこうまず出会うところなんですね。すごく重要なところ。見っちゃえばですね、ここが説得力ないと全体が成立しないまま、逆に言えばここが成功すればもうあとはいいだろうっていうようなシーンですよ。じゃあそこはどうなってるかっていうと、誰が聞いてもこれはすげえだろっていうくらい、やっぱ渋谷そのスバルさんのですね、歌声のそのやっぱ威圧感というかですね、あの説得力がただごとじゃないわけですよ。あの頃はこう歌い出すと、でその元々のね、その、歌が歌って、まあ、要するに古い日記和田アキ子だからっていうのもあるんだろうけど、ちなみにこの古い日記っていうチョイスも渋谷すばるさんのチョイスらしいから、俺がまたすごいじゃないですか。見事なチョイスをするなというかですね、あの要はその渋谷さんのね、特にこの曲に関して言えば、歌声がそのアイドル的というよりはやっぱソウルシンガー的なというかですね、あの拳込みのシャウト感っていうね、こんな声出るんだっていう、もう最初の一声ですよ、あの頃はうおーっていう、でそれでいてちょっと高音部に行くときはちょっとまた喉の使い方をちょっと変えて、ちょっとこうちょっとやっぱり中性的にちょっとだけなる瞬間もあったりして、すごくセクシーだったりして、とにかくやっぱこの、まあ、それをアカペラでまで歌うわけですけど、このアカペラの渋谷さんのその歌声と佇まい、まあ、見た目はもう血だらけで荒れてるわけです。でも荒れれば荒れるほどいい男ってもあるわけだから、とにかくここの渋谷さんに完璧に持ってかれる、持ってかれるって言葉がもうふさわしい感じだと思うんだけど、で実際あのこれ山下さんのインタビューとかで言ってるんだけど、撮影した時に、あのシーンを撮影した時に、やっぱり自然にその渋谷さんが歌い出した瞬間に、自然にみんなピタッとやっぱざわざわっとしてピタッとシーンって止まって、みんな固まっちゃったっていう、というでね、これあのその場面は、ね、下手なことすると、この場面ね、要は時々僕が日本映画でこういう不自然な演出あるよねってよく批判してますよ。要はあの何か登場人物主人公が何かやってる間、周りのやつがなんでこれ待ってくれちゃってんのっていうね、不自然な演出で嫌ですねなんてことを僕よく指摘したりしてますよね。なんだけど、ここはみんなが固まってることを見てて何の疑問にも思わないです、やっぱしっていうぐらい、やっぱりあの渋谷さんの歌の説得力があるということで、このシーンでとりあえず5億点きっちり叩き出せた時点で、この映画クリアすべき点は8割はクリアしているというふうに言えると思います。先ほどのね、あの非常に批判的なメールも途中までは問題ありませんでした。もう全くその通りだと思います。こういうことだと思いますね。あとまあその渋谷さんいいところとして、これあのこれは僕は東京の人間なんで気づかなかったところですけど、関西出身瀬能正夫、番組アドバイザー瀬能正夫さん曰く、パーフェクトなネイティブの大阪弁だと。で、もうとにかくそれを聞いてるだけで気持ちいいっていうぐらい、まあ、その渋谷さんの、大阪弁パーフェクトだというようなこともおっしゃってました。はい。で、まあ、彼が歌い出してですね、まあ、赤犬たちと出会ってですね、まあ、そこから先は、ポチオっていうふうに名付けられて、まあ、その下目すばるさんと、二階堂ふみさんと、その赤犬のチームがですね、まあ、先ほど言ったように、まあ、要はモラトリアムな日々っていうふうな、入っていくと、まあモラトリアムな日々描写はもう山下監督お手のものでね、絶対外しはないわけで、まあとそれはとにかくもういいですし、あの今回そのリンダリンダリンダ以来山下作品として久々の音楽映画ということもあって、やっぱ音楽シーンの見せ方、どれも結構いいなというふうに思ってて、例えばまあ先ほどもありましたね、カラオケシーンでね、スピッツのね、最初はスピッツ試しに歌い出して、で、そこからモンパチ歌って、で、そこからこう、パッとモンパチからパッと変わったの赤いスイートピーになった時の、そうだよねっていう、なんかその、
赤いスイートピーもうまいよねみたいな、松田聖子もいけるよね、で実際その聞いてるとちょっと涙ぐんできちゃうぐらいの良さみたいな、あの場面もまあユーモラス&やっぱその渋谷さんの歌声の説得力というところできっちり持って、音楽的に持っていくということができているし、あと演奏シーンの見せ方、まあ、クライマックスでその心躍ればという、まあ、その渋谷さんのそのシングルにもなっている曲を、まあ、クライマックスで歌うわけだけど、ちゃんとそれをさ、アレンジから作っていくっていう描写をさ、ちゃんと入れてるじゃないですか。やっぱあれがあるとないとでクライマックスのね、盛り上がりも全然変わってくるということで、まあ、そのなんていうかな、音楽を少しずつ作り上げていく楽しさ、描写みたいな、僕音楽映画で、特にこういうバンドものとかはすごく大事なところだと思うんですけど、ちゃんとそういうのもきっちり押さえてて、非常に好ましいやったり。で、中盤以降、まあ、次第にその主人公、渋谷さん演じるポチオのですね、過去がだんだん明らかになっていくと、要するにトーンが若干シフトチェンジして、それまでの、まあ、今までの山下映画っぽい、オフビートな笑いみたいなところがちょっとトーンがチェンジして、明らかにその、ちょっと不穏な予感が漂い出す、感じ。それもまあ非常に楽しいなという感じだとございます。まあ先ほど言ったね、その松沢拓海さん演じるまあチンピラ、肉肉しいドキュン、描写とか、ね、肉肉しいチンピラ演技、もう、うわー本当にこの人こういう人なんじゃないだろうかって思うぐらい本当最高ですし、まあそれに対しての渋谷くんがですね、まあね、その昔のチンピラが、ご無沙汰してますみたいな舐めた感じで来るのに対して、まあもうだってそれはある意味さ、もう現代の高倉健的な男なわけですから、こっちはね。で、こうガッつってこう目つきを見ただけで、やべ、戻ってんじゃんっていうふうにそのチンピラ側が言うのも納得の、まあ要はさっきから言ってるように素晴らしい、なんていうかね、やっぱ荒れ具合なんですよね。荒れてる感じ、汚れてる感じ。しかもそれによって男っぷりがさらに上がる感じみたいなね、すごくいい佇まいですし、あとその暴力シーン、暴力のアクション佇まいとかも非常に、導入いってる感じだと思います。はい、あとあれですね、ハングレチームのね、アジトのハイビルの中に入ってくるところも非常にこう、いやーな、こうこれはもういいことには絶対ならないだろうなっていう感じとかもすごくまあ楽しいあたりですし、あとあれですね、まあ、ポチオっていうのは、まあ、実はその茂雄さんという人だったと。で、その、その過去を知っているがゆえに、まあ、要するにもう拒絶している、まあ、家族とか、まあ、お姉さんですね。お姉さんが、まあ、松岡泉さんという女優さんがまた非常にうまいので、このでもその、罵るくだりだけで、その、あんまり詳しい説明はないけど、どんだけクズだったんだろう、こいつっていう感じが伝わってくるあたり。まあ、このあたりもすごく、いいあたりだと思います。なので、もう先ほどメールにもあったように、もうここまで申し分ないですよ。全然問題ないんです。ただ正直ですね、このせっかくの、ね、不穏な空気漂いました、ダークなトーン漂いました、これは何か良くないことが起こりますぞ、ワクワクという感じがですね、こう盛り上がって、こっちが乗ってか、そこに乗ってけば乗ってくほど、特に終盤にかけて、正直もうこの言葉ふさわしい。腰砕けになっちゃってるなーってのは、これ否めないと思いますね。まあ、主にやっぱりこれ脚本の問題なのかな、やっぱ脚本なんでしょうね。まずはもうこれ誰もが、この映画を見た多くの、多分ほとんどの人が、これは納得できないよって思うある展開があるわけです、クライマックス。まあ先ほどね、ちょっとネタバレ避けてって言ってましたけど、僕は平気でネタバレします。まあその主人公がですね、まあ罠にかけられて、まあもう絶体絶命の窮地みたいなものに追いられてしまうわけです。でまあ窮地っていうよりはもう惨劇の予感ですよね。これはもう絶対、もうおしまいだっていう感じの、ひどいことになっていく。まあ、映画というのはね、もうおしまいだって感じる、この瞬間のために見るのが映画というものですからね、これね。まあ、そこは素晴らしいんだけど、それが、まあ、一瞬にしてですね、あの件、もう解決なの？っていう感じぐらいに、びっくりするぐらいあっさりと解決したことになってしまうという、まあ、ある展開があるわけですね。まさか、二階堂ふみさんが、あのチンピラ全員のしたとかじゃないよね。なわけねえよな、とかね。まあ、考えられるとしたら、その彼女が、まあ、要は、いわゆる事実上、ラストミニッツレスキューね。要するに、ギリギリで、まあ、助けに、やることはね、まあ、逆でも、まあ、助けに行ってるわけですよ、事実上。彼女の突飛な行動に、その周りのチンピラたちも汚されてっていうこととか思うけど、まあ、なんでもいいよ。でも、とにかく、あそこまで惨劇の予感漂わせて、主人公をあそこまで追い込んでおきながら、何も、それで解決みたいなのは、正直、ぬるいです。すごく残念なところでございました。ただ、僕はですね、ここもうアクロバティックな解釈がちょっと浮かんできてしまいました。そこまではすごく良かっただけ、やけにね。こういう解釈ができる。要は、惨劇の予感、もう、これダメだと思ったところに、その二階堂ふみが事実上のラストミニッツレスキュー、まあ、ガッと現れて、まあ、事件が解決しちゃうわけだけど、この二階堂ふみが現れて解決から先は、これ僕のアクロバティックな解釈です。こっから先は、ポチオが死の直前に見た幻想、走馬灯、もしくは、
実は赤犬のライブ中一回も本当にはやっぱり PA 宅ずっとこう PA をいじってた、二階堂ふみがその PA 宅を離れて助けに行くっていう展開になってますけど、実はそうじゃなくて土地を来ないなと思いながら赤犬のライブを見つめている二階堂ふみの、まあ、願望込みの妄想というか幻想、どっちにしろそういうものではないかというアクロバティックな歌詞。そう考えるとあれちょっと悲しい、あれあれちょっと涙がみたいな。あるいはこんな解釈はどうでしょうか。序盤先ほど金属バットでフルスイングね、頭打ったら普通死ぬだろうっていう風な、そこで感じた違和感も、いや違うんですよ、あそこで茂雄は死んでたんですよ、そっから先全部死の直前の走馬灯そのぐらいアクロバティックな解釈をしないと全く納得できません終盤の展開は。はい、というね、非常に苦しいアクロバティックな解釈をして、でそっからのクライマックス、まあ要するにそのお味噌のユニバースのその舞台でですね、赤犬がライブしているところに、まあポチオがボーカルとして行く、まあ当然そこでね、先ほど作ってた心を踊れば歌う、まあこれがクライマックスなんだけど、これがいかにも淡白すぎるというかですね、まあ例えばそのポチオが舞台に上がるのかどうかって言って、この葛藤があったはずなのに、あれ普通に一緒に出てくんのかいみたいな。なんかそこのものすごいあっさり感と、あ、出るんだ、普通にやるんだっていう感じとかですね。で、まあその、心踊ればという曲、まあもちろん心踊ればという曲自体はいい曲ですけども、まあ、はっきり言ってやっぱあの曲赤犬らしくはないじゃないですか。で、やっぱその、僕は一曲でいいから渋谷くんに赤犬の曲ちゃんと歌わせてほしかったんですよね。それもあるし、で最後にそのまあじゃあ心を踊ればで盛り上がったらいいよ、最後にもう一回古い日記で締めてほしいとかさ、とかさ、もしくは古い日記じゃなくてね、例えばもう過去は、自分の過去は捨ててここに戻ってきたんだって話であればね、うまいことに古い日記は捨てて同じ和田アキ子で、あの鐘を鳴らすのはあなたとかを最後にもう一回歌うとかだったらどう、超グッとくるでしょ。歌詞とかから言ってさ、二階堂ふみにそういう風にやったらすごくギュッときません？これ俺のアイデア、もっと良くなるアイデア。はい、とにかくまあそういうとこちょっと淡白じゃねえという感じの不満、クライマックスの不満もう一つあって、そもそも僕がねこの企画聞いた時にガン上がりした、要はこのユニバース、タイトルにもなってるミソのユニバースというこの、もう皆さん行けばみんな口あんぐりのものすごい場所があるわけですけど、でそれがまあタイトルにもなってるぐらいだし、企画の発火点にもなってるはずなのに、あんまりあの場所の凄まじ、まあネオンのね凄まじさみたいなのわかるけど、あの例えば後ろにあるねすごく奇妙なオブジェが、宇宙的なオブジェみたいなのがいっぱいこっち側にあって、とかあの会場の広さ感であるとか、あんま伝わってこないよね、見せ方としてね。なんかそこも、なんか淡泊思ったほどじゃない。僕はここは、ミソノユニバースという場所はこういう場所ですよ、ミソノビルというのはこういう場所ですよっていうのを、ここだけ、その作品のトーン変えてもいいから、その歴史の解説みたいなものを、もう先ほどそれこそ僕が今ね、あの番組、ツイッターに上がってるような写真込みで説明絶対入れた方が、絶対良かったというふうに思うんですけどね。はい。その部分に関しては僕はちょっと事前の期待が個人的に高すぎたというかもしれませんけどね。はい。ちょっともったいねえなーというふうに思います。要は、まあ、いろんな意味でその山下信弘さんの、持ち味である、まあ、淡白さというか、そういうのが、特に今回の設定とか物語の、もしくはその渋谷さんのキャラクターから導かれた諸々のドラマティックな盛り上げ感と、ちょっと釣り合ってない気がするなという。あと、まあ、これは欠点と言っていいかわからないですけど、やっぱさ、赤犬のライブが見てると、まあ、むちゃ面白そうじゃないですか。で、例えばさ、何の説明もなくね、コーラス隊がレオタードになってたりとか、あと、何の説明もなく、まあ、全ライン、まあ、それが赤犬のライブなんだけど、どうしても、後ろに映ってる赤犬の面白さの方に目が奪われてしまう問題っていうか、この人たちの方がなんか面白そうなんですけどみたいな、なんかそこの磁力の強さめ、まあそれは多分山下さんは意図的に仕込んでる、まあその部分なのかもしれませんけどね。はい。まあとはいえですね、ラストカット、まあその心を踊ればという曲が終わって、ラストカットでそのポチオこと、まあ渋谷くんがですね、まあその逆柄上なのか、もう渋谷さんのなのかわかんないけど、というかこの映画の中で初めて素の笑顔を見せるところでパッとこう終わるんだけど、そんなさっきまでその影見せて、で、汚れれば汚れるほど、ね、荒れれば荒れるほど、血がつけば血がつくほどいい男が、最後に、素の笑顔。これはもうさ、いいじゃんいいいいいいやっぱ思わざる得ないということでございます。ということで、まあ、渋谷すばらさん初、単独主演作、という、その、最大の命題に関しては、もう、大合格の、クリアの仕方してると思いますし、あとやっぱこれをきっかけに、この山下さんもそこ狙いなのかな、わかんないですけどね、これをきっかけに、まあ、
赤犬というグループね、大変素晴らしいグループ、これが、全国的にとか広く人気が出たりするなら、全然結果オーライなのかなというふうに思ったりもします。ぜひですね皆さん、あの赤犬ライブ特にね、あのユニバースで実際にやったりするでしょうからね、あれが体験できるわけだからね、はい、あの行ってみるとよろしいんじゃないでしょうか。あの音楽映画ですので、ぜひ劇場でこうでっかい音で聞いたりするなんかと、ふさわしい作品ではないかと思います。ぜひぜひリアルタイム劇場でウォッチしてください。来週扱う作品を決めるムービーガチャ、 CM の後。